岡田雄介は日本の男性プロレスラー。大阪府大阪市出身。DDT プロレスリング所属。神戸高良学園高等学校時代はサッカー部に所属。チームメイトには後に浦和レッズに所属する餌坂人がいた。芦ア屋ア大学を卒業後、警察官となったが退職し、2016年7月に全日本プロレスに入門。 2017年1月9日に横浜ラジアントホール大会で先輩の青柳優馬を相手にデビュー。3月25日佐藤光工業コンディショングリーンでは田村和弘と対戦。8月27日全日本プロレス45周年記念両国国技館大会新たなる決意に大礼試合で出場し対戦相手は元全日本の佐藤圭一であった。 大霊試合が見逃せないとよく知っていた全日本ファンは大きな岡田コールを送りリングには紙テープが舞った岡田も序盤はエルボーの連打ドロップキックの連発で攻めるもミサイルキックをかわした佐藤は岡田にトラースキックを一戦最後は佐藤のジャーマンスープレックスで3分4秒岡田のフォール負けとなった同年のジュニアタグバトルオブグローリーに 岩本講師とのタッグで初出場するも、得点2の再開に終わる。12月3日、広島マリーナホップ大会で、岡田武史との W 岡田を結成するも、青木敦シアンレイパロマ組に敗北した。エボリューション2018年、スワマにエボリューション入を直訴する。最初は断られていたが、2月3日、横浜文化体育館大会セミファイナルの試合後に、 乱入してきた藤田和幸、剣道家臣の差は論外に牙を剥いたことが評価され、正式にエボリューションに加入。ジュニア、バトルオブグローリーにも初参加し、2月13日の公式戦では負けが続いていた佐藤圭一にシングルマッチで勝利したが、結果としてその一生のみに終わる。同年4月30日の後楽園、ホール大会で、 右腓骨骨折の重症を追い欠場。約半年後の10月6日、アクトシティ、浜松大会にて復帰。11月17日には、新人の大森北斗のデビュー戦の相手を務める。2019年、ジュニア、バトルオブグローリーに2年連続参加し、2勝3敗に終わる。同年のジュニア、タグバトルオブグローリーには、 フランシスコ・アキラとのタックで出場予定だったが、直前の青木厚の不法を受け、エボリューションでのタック出場を直訴。本来、青木のパートナーであった佐藤光とのコンビで出場し、優勝を飾った。吉立キングダム対談2020年、負けが混んできた岡田に、スワマが激怒する事態が続き、7月13日の新規バファーストリング大会でも敗北した岡田が、 現状打破のためエボリューション脱退を宣言、スワマも了承した。エボリューション脱退後は、吉達タとのタッグが増え、織下もヨシが結成した、吉達ツキングガムの一員に、なし崩し的にみなされてしまう。当初本人は一員であることを否定していたが、ガオラ TV チャンピオンシップ防衛戦に巻き込まれた、ことを機に一員となった。なお、本人は、加入はしないが、 利用はさせてもらうスタンスを取っていた。12月8日、契約満了につき年内で全日本プロレスの対談を発表。同月13日の年内最終工業がラストマッチとなった。なお、当初は同月27日開催のジュニアタグバトル・オブ・グローリーに自ら X として指名した植木、かさみと元警察官タッグを結成し参戦予定であったが、 対談を受け参加見送りとなった。2021年1月3日、DDT プロレスリングの興行に姿を現し、出場を直訴。その後参戦する。3月14日、DDT 後楽園、ホール大会のメインイベントで行われた、DDT ユニバーサル王座選手権試合で、上野勇気に敗北。3月27日、DDT への入団を発表。ありがとうございます。